大きく渦を巻く竜巻。これは蘭越町港町付近で撮影された映像です。午後2時40分ごろ、突然上空に真っ黒な雲が立ち込め、竜巻が発生したということです。今日道内には強い寒気が流れ込んだ影響で、石狩地方や留萌地方では午前9時ごろ竜巻注意情報が発令されるなど、大気の不安定な状態が続いていました。道内では明日いっぱい雷や急な雨などに注意が必要です。